い、どうも、パチオです。どこに来たかっていうとね、帰ろうとしたとこにね、新宮城という城の跡があったらしくてね。で、これ見えるかな？今駐車場ね、観光客用の駐車場に止めさせてもらってんだけど、これタダみたいなんで。これ、お寺が見えるでしょ？で、お寺の向こう側なんですよ。石垣が見えます。これね。城跡なんで、これの上にね、城があったという体みたいですね。ってなわけでね、ちょっと行ってみたいと思います。もうその前にちょっと喉カラカラなんで、飲み物買ってから行きます。あったあった。これ。感覚城公園。新宮城跡、国指定史跡ってなってますね。で、自分がここで、上がってって、この辺が見えてたところね。ちょっと歩かなかんな。もうちょっとチャラッと行けるところはいいんだけど。まあそういうわけにはいかんか。よし、登っていこう。関ヶ原の合戦後に作られた城。まあ立派な城だもんな。はい。そっか、そっか、紀州って紀州松平だもんね。結構有名なとこになっちゃうね、うん、そう、そう、今ね、ここにも説明されてんだけどね、あの二の丸になってる場所がね、要するにさっきね、すごい立派なお寺がある、それの向こうに城が見えますみたいなこと言ってたけど、あれが二の丸で、実はもう一つのおまけに言えば、今はそこここ、これこれ、今は保育園らしいですじゃあ、しんどいけど登ります。はい、ずいぶん登ってきました。まあ人がゴミのようとまではいかんけどね、あのまあね、江戸時代に作られたっていうだけあってね、そのまあこの切ったるね石畳はあれだろうけど、結構ねしっかりしたあの石垣が積まれてたりとかねするっすね。やっぱ江戸時代前のその城よりは全然ここが元天守があったとこかな、多分もうちょっと奥だと思うんだけど、 あ一番上あるわ、さらに上があるんだ。鳥や猫に餌を与えないでくださいと。三平桜と光コメリザ桜、有名なのかね。どれがどれだかもわからんけど。昭和61年だからそんなにでかい桜じゃないから、この辺のあれかな、桜なのかな。おやべ、あの充電があと30分切ってる。あの撮影するのもアップするのも時間かかるからね、もう電池買わなかんな。どっか山田電機かなんかあったら寄って買おうかな。あ、まあ、あの愛知県民的にエディオン派なんだけど。いいね、こうやって城の上から人を見下して過ごしてみたいね。まあ、海もあるし山もあるし川もあるし、いいよねここは。ちょっともういいかなって思ったんだけど、ここまで来る機会がなかなかないからね、多分新宮まで来るの次何年か後だと思うんで、それぐらい右南側は行かないし、伊勢よりもこっち側に来るのは時間帯が違いすぎる。
3時間超えてくるからね、片道。正直自分家から飛騨高山行くのと大して変わらんのよ。あっちの方には土地勘があるんだけど、こっちの方には土地勘ないから。よっしゃ、まあここが天守だな、上上がったとこは。やっぱ後々に建てる城は入り組ませてあるな。よいしょ。天守かな。藤棚みたいなのがね、よくあるけど。これはなんで岩が残してあるんだろう。何、立て看板みたいなもん別にないんだね。誰かが歌った。なんとか、ひろしさんだね。河野ひろし。なんかそう読めなくもないな。高く立ち、秋の熊野の海を見て、誰ぞルイスや城の夕べに。へえ、うん、だってここから海を見て誰かを思って涙すると。詩人やね。ちょっとはいえ、まあ歌うたっとんだで詩人なんだけど。あれだな、その天然のやつが結構残ってて、そういうのがきつい。この桜、桜だと思うけど、これ生きてるのすごくね。もう中完全に空洞になってバカが開いてんだけどな。でも植物としては生きてるっていう、すげえな。メインの木は折れちゃってるんだけどね。なんなら雷でも落ちてないかいぐらいのあれだ。よし、立て看板的なもんでもあってくれていいと思うんだけどな。その辺はともすれば不親切というか。ああ、海に近すぎて鮎釣りとかのあれではないんで、川にも釣り人はいないな、逆に。この辺はあれだよな、後付けで作ったらよな、この城壁は。骨でブロックかなんか入れてあって、でその外側に外壁用の石を引っ付けてあるね。人工的なやつだ、これは。そりゃそうだよな。よし。まあね、看板とかがなんかあって説明するわけでもないし、この辺で終わっときましょうかね。よし。まあ、新宮城でしたということで。よし。以上、パチオでした。バイバイ。